はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、YouTube、何をやっていこうかというとですね、タイトルの通りです。由来してみた。ということでございますね。まあ、前回の動画の、流れになってるんですけど、前回 YouTube で上げた動画で、風景印と小型印に関する、説明をさせていただきました。で、それの時にね、その直接行くって言うとね、なかなか、遠山岬の先っぽからね、与那国島とかね、遠の口の先までね、利用道具とかもあるのかな、っていうような感じでね、本当に、本当に隅々まである離島の端っこと端までね、郵便局ってあるのでね、下手にかコンビニ全店舗制覇よりも大変になっちゃうようなね、レベルなんでね、風景印、風景印があるとこだけでも1万局を超えてるという、1万指定席を超えてるわけですからね、これね、全部行くのはね、どこにし、何の技でございます。しかもね、そんな離島とかでもね、平日の真っ昼まで行かないといけないというね、すんごいハードルが高いんで、それは大変だということで、そういったところのやつを集める人に、郵便のサービスを使ってもらったらね、便利さで、押したのを返送してもらったりすることができますよ。で、郵便で依頼をして、郵送でね、ここに押してくださいって郵便を送って、そこに押してもらって、帰って、帰らせてもらうっていうようなやつが、由来というサービスになってますということでございます。まあ、この後詳しくはね、キラーと、概要については前回の動画で喋ってるので、またそっちの方も見てもらったらいいかなと思いますけど、今回は実際に由来で、ちょうどね、このコンテンツ調べとったらね、ちょっと気になるのがね、あったんで、実際にそれを由来で、ゲットしてみようじゃないかっていうので、応募。ただ、もしかしたら、投稿終わる頃にももしかしたら帰ってくるかもしれないんで、投稿が終わる頃にしたらおかしいか。編集やってる途中でね、もしかしたら、公開日までに帰ってくるかもしれないんで、もしかしたら、続きが来るかもしれませんけど、多分うちのことなんで、戻ってきたで一本作ると思うんで、今回は実際に応募してみたらやってみようと思います。で、もしかしたらね、これ、動画、結末的にはね、最終的に、実は問題があって、帰ってきましたとか、こういう風でありましたとかっていうのがあったら、まずトライアンドエラーで報告します。今の段階ではいけると思います。私もね、初めてやるんで、さあ、どうなるかなっていう感じなんですけど、実際にやってみたいと思います。というのでね、今回はこんなの用意しました。今回使うのは、こちらですね。くざん。はがきを使ってやっていこう。これが一番、まあ、いわゆる一番安く済む方法で今回やってみます。で、一番安く進む方法って何なのっていうと、はがきがありますね。このはがきが、ちょっとでかいですね。そう。往復はがきっていうやつでね。この往のところに宛先を書いておいて、特のところにね、自分の宛先を書いておいたら、パーティーとかね、やるときのね、参加状とか、参加のね、案内とか、OB 会とか、まあ、結構よく使えるのは同窓会かな。同窓会の案内状とかで、更新で書いてね、返信ここに送ってくださいみたいなんで、参加を丸して、何日前に投函しておいてくださいね、みたいなのをね、集めたりするのに使ったりすることが一番多いかな。一般的に使う場合だと。っていう、往復ハガキなんですけど、これを使って、由来をすることができます。まあ、実際は、まあ、封筒とかやる人が多いです。結構、石とかにもね、こだわって、実際に印鑑をね、ガチで集めてる人っていうのは、めちゃくちゃその印鑑とか、石とか、そのあたり、その紙質とかにもすごいこだわるんで、台紙とかそういうの買って、さらにフィルムとかをね、貼れるような、状況とか、なんか、いろいろ作ったりとか、いろいろやるらしいんですけど、まあ、今回は初めですし、まあ、手始めにね、やるならこんな感じでもできますよっていうのでね、お手軽な方法っていうので、往復反響とか方法でやります。これ何がいいかというと、往復はがきだったら台紙いらないですよね。一番ミニマムですね。63円×2ですんで、今、これ、現行のね、やつなんで、そうすると126円でね、なんと、全国、いろんなところにあるそのやつを集めることができてしまうんで、非常に楽は高かったということです。まあ、その代わり、結論としては、宛名とかね、書いて、いわゆる、引き受け、王印っていうやつでないとできないんで、記念王印はこれではできないです。記念王印の場合は封筒に、別途ね、返信用の封筒を入れて、その中にね、切って貼った台紙を用意してとかって、まあ、その後に記念王印、風景印のところ、前回の動画で詳しく説明してるんで、ここはさっくりと言いますけど、そこの辺も、あれ、わからんよっていう時は、ね、ちょっとね、その前回の動画を見ていただいてから来てもらうといいのかなという感じでございます。ちょっとここは、その説明をまたし始めると、プラス40分くらいかかっちゃうんで、うちの
チャンネル、これでまた2、3時間ぐらいの動画になってしまうんでね、それはちょっとまずいということで、これはもうね、編集と撮影がね、20分ぐらい控えてるのね。で、もうね、今これのね、資料、実はね、資料を作るのに苦労しとってね、今ね、さっきね、朝、夕方の4時ぐらいにね、風景熱、撮影してたんですけど、今ね、資料作ってなんやかんやね、しとったらね、もう今ね、夜の10時回ってるんですよね。まあまあね、大変なことになってますんでね、それなりに説明はね、さっくり終わりしたいんだけどね、さ、もう終わらないからね、まあ頑張って、今日中には、あと2時間かけて頑張るぞという感じで、ね、やっていきたいと思います。それではね、早速ね、この、音楽発揮を使ったやり方は、まあ、これが一番シンプルなんで、あとね、すごい元も子もない方をすると、一番そのミス少ないんですよ。重さ変わらないんで、絶対このハガキなら出せますよって郵便局が言ってるハガキでそのまま使うんで、ここにね、いろいろなんかね、スリーブケース、スリーブをね、貼っつけたりとかいろいろしちゃうとダメなんですけど、いろいろとちょっと袋状にしたりするとちょっと NG とかそういうのあったりするんですけど、まあそういうことしないんで、ここにちゃんと書いてね、出すだけだったら、もう、絶対これなら、料金不足とかにならないで、しかも一番安くて、しかももうね、押してもらうの大事だできとって、意外と郵便はがきって紙質にしっかりしてるんで、もう、ぶっちゃけ郵便はがきでいいよっていう人も結構集める人の中には多いです。まあ、なして、何百個ってね、1万個集めるとかってなったらね、1個120円でもね、1万回送ったら126万ですからね、まあまあいい額になりますからね、ということでございます。まあ、まずはね、今回はね、じゃあ何でやっていこうかというと、風景印じゃなくて、今回は小型印でやってみたいと思います。じゃあ何でやろうかなというところなんですけど、ここにちょっと資料を用意してあります。ああ、これ、出すときに、公開日には間に合わないのかな。間に合い、これだけ、ちょっと頑張って先に開けようかな。応印サービス。が、ある今、ちょっと来てます。これはですね、東武鉄道125周年ですね。の、記念のやつで、こんな感じで、スペーシアとか、あと何だったっけ、リバティだっけな、リバティの、図柄の、実は、化身、記念、小型印ね、小型印が、できて、これがね、期間限定で2月28日まで、押してもらえるらしいです。これがね、なんと3カ所ね、まあ、バラバラに散らばってるんですね。どこだ、浅草と、向島、これ向島で良かったですよね。高島ですよね。向島ですよね。向島と、あと、上東かな、上東郵便局かな、というふうに、3つあります。江東高島、江東と、浅草と、墨田区ですね。墨田区ですね。なるほど。というような、ところに、言ったら、これは、もちろん直接、平日とか、言ったら、ここに、詳しくは書いてあるので、気になる方は、リンク貼っとくんで、それもぜひリンクを見ていただけたらいいんですけど、結構いろいろの、その複雑なシステムなんで、今回、引き受け挙手でやるんで、そんなに、細かく気にしなくていいんですよ。引き受け挙手でやる場合の、ちょっと特徴とか、そのあたりをね、やっていこうかなと思います。でも、私もいろいろ調べながらなんでね、ちょっと詳しい人がね、もしね、いらっしゃったらね、ちょっとね、またいろいろと、コメントでいただけたらね、いいかなと思うんですけど、まあ、とりあえずね、早速やってみようというわけでございます。いいじゃないですか、これね、質問のやつ、もらえる、いいなってことでね、早速ではやっていきたいと思います。お、あれ、閉めたっけ、どうなんだっけ、さっき2回入れるのかな、今回。OK な、このまま行きます。ではね、早速やっていきましょう。これどういう風にやっていくかというと、何がいるのかというと、このね、ハガキでやる場合は、本当にこれとペンがあれば、実は終わっちゃうんですよ。頑張ればね。頑張らないといけません。っていうのは、今回のやつ、窓口の由来については、初日押印日の日付を押印したもののみか、19日以降の決心で到着した郵便につきましては、押印せず返送いたします。ほうほうほう。押印の指示内容、お客様の電話連絡説明ですし、まあ、これあたりは、まあ、いるんで、また後で説明しますけど、今回郵便を用いて封筒返信だけはさせていいんですけど、18日、引き受けが、
ですからこれ18日までに決心をしてもらわないといけないのね。ですから、間に合わせようと思うとかなり編集しとかないといけないね。私自体も間に合うけど、まあせっかく紹介するんだったらね、鉄道関係ね、の方とかでね、いや欲しいよっていう人がね、ちょっとね、残念ってなってしまうと、ちょっとさすがにあれなんで、ちょっと頑張って編集します。頑張ってこれちょっと先投げますわ。ということなんでね。そうすると多分風景印の動画とかが、あれなんか、関連動画がどこのこうの言ってると思うんですけど、それが、1月の下旬、2月の頭ぐらいに上がるんで、境港の中を歩いてる動画なんですけどね。全然時差ボケした発言をしてるんですけど、それも気にしないでください。これにも間に合わせるためだと、思って、優しく、守っていただければと思います。雄大についてる通り、雄大について申し込む。そして直接行くんだったら2月28日までなんで、東京近郊の方でした、まあ浅草さんとかなんで、そんなにね、パッと行けるところですし、東武鉄道遠征なんでね、まあ、てっちゃんだったら逆にこれを機にね、鉄道に乗りながらね、一企画っていうのもできますからね、よかったらぜひ、こう見たのも、ね、結構鉄道会社と絡むことが多いです、実は。JR なんかほとんどですから、もともとね、国があれだったりするんですね。結構あるはずなんで。随時、リンク貼っときます。そこのところで随時、新しい情報更新されますんでね。で、定期的にチェックして、うちもね、ちょっと気になるのがあったらまた、紹介していきますんでね。そういうのもね、ちょっと動けるようにね、ちょっとメインチャンネルに集約化したいなっていうのはあったんですよ。なかなか独立チャンネルでやってると、それを作りながらもメインチャンネルの毎日投稿用の動画を、ね、作らないといけないとかってなってくるんで、コンテンツは拡充されるんですけど、ちょっと、ね、難しいところがあったりしますんでね、ということは、まあ、こっちの裏話の話なんで、今回の動画では、その後はまた雑談動画撮ってやります。その前に撮らないといけない動画に10本ぐらいあるんだ、大変なんだ。ということでね、とりあえずまずは申し込みをしていこうと思うんですが、まず大事なのはね、これね、はがきでやる場合はね、こっちですね、まず大事なのは、この青い方と、ちょっとこれ分かりにくいかな、青い方と緑の方があります。これ、まあ、往復はがきの送り方の話なんですけど、往診ってなってる青い方に、この浅草の住所を書きます。宛先を。で、返信の方に、今回の場合はね、自分の住所を書きます。まあ、これがね、例えば友達の鉄渡の友達に送りたいよっていう場合でしたらね、ここにその住所を書いてあってっていうのでも OK です。そういう手も使いますというわけでございます、ね。で、いうので早速ね、じゃあね、やっていきましょう。これがね、往診のところに、まずは、その宛先等を書いていきます。この、書いてるところとか、別に飛ばせばいいのか。いいとこ。なんかね、結構、油やらが、めっちゃ飛び散ってる、上なんでね、ちょっと、アルコール消毒して、ちゃんと。逆にして、もうめちゃくちゃ汚してる。ここで食事とかも全部しまっちゃうんでね、私は一緒のところでやっちゃう。よし、これ汚すな。よし、いけたな。じゃあね、あちらにもちろん機械でやっちゃうのもいいですけどね。さっきのお家に書いてるかな。あ、ミスった時に、痛いから、先にちょっと、印刷、裏のね、方のやつやってきますわ。ごめんなさい、段取りが高かったで、いつものことではありますけど、雄大の場合は何がいるかというと、雄大、1月18日までにまず送られるといけないんですけど、記念を用意する場合は、それぞれの方法でってなってるんですけど、そこは置いといて。今回の場合は、両方、申し込むんじゃなくて、もう完全引き受け決心のみでいきます。これが一番シンプルなんで、記念用意にするとね、記念用意のところで説明をしてあるんですけど、ちょっとね、いろいろと台紙を用意して、さらに返信用の封筒を用意して、で、人によってはその、返信用の封筒を用意して、その返信用の封筒にも、引き受け決心用の、記念用意を、
いや、じゃあ、記念王位って言ったらダメ。記念王位を返すやつにも、その、巨神をして、風景を応援してください。今回は小型イラフォークを応援してください。というような場合もあるし、そちらの方は一般の、巨神で、対応をお願いします。というような指示とかを出されたりするというか、いろんなちょっとバリエーションがあって、まあ、それはもうね、正直言って、本格的に取り始めたら、多分記念王位に行ったらいいと思います。引き受け多いんで、まず始めてみて、あ、意外とこういうの楽しいなと思えてきたら、いろいろと、いろんなサイトで、結構もう上がってますんで、YouTube でも、あるのあります、ね。風景の集めてる方の、YouTube とかもあったりしますんで、まあ、リンク貼っておきます。メッセージで貼ってますんで、そのあたりとかをね、参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれに関しては、まあ、私、配達員の方だったんでね、正直、あんまり優秀で、まあ、実はね、パトメティタっていうのね、その、前の動画で出しましたっけね、一応、うちにも風景、探したらあったんですよね。こんな感じでね、めちゃくちゃ昔のやつですよね。前の動画でもよく言ってましたけど、平成7年のね、こんな感じで。これは風景ね。で、ちなみに今回小型になる。これより一回りサイズが小さい。これが36ミリで32ミリだっけ。こっちの方がわかりやすいかな。はがきでね、こんな感じ。これは記念王印です。まさに。典型的な記念王印で、ただ台紙ははがきにしてあるっていう、ケースですね。まあ、こんな感じで、はがきでもね、ちゃんと、結構バトですから、郵便はがきってね、こういう風にして使えますよというのがあります。逆にこういう風に本当にガチの台紙をね、用意してあって、そこに、切手をね、なんかこだわりの貼り方をして、そこにこういう風に押してくださいって、このお水とかも、指示出したら、やってくれるっていう風になってますんでね、今回のやつは。うん。台紙ごとそのセットで販売の場合は、こういうやつ風にして販売する場合には、もう押す場所がね、決まってたりとかいう風になってますけどね。っていうようなところから、やっていけたらいいんじゃないかなというわけでございます。で、今回は一番簡単です。これの、まあ、もうここに押しといてくださいよっていうの。そうしたらね、それもできるんで、郵便はがきの額面のところに、もう、それを消し、切手のね、カーディと思ってもらって、とにかく、まあ、切手と、同じ、同等の意味があるんで、それに使います。で、言うので大丈夫なんですけど、この記念王印で、今回、引き受け王印でやっていきます。で、王印の指示内容、お客様の連絡先、電話連絡先を明記した指示書及び返信用封筒等を必ず同封してくださいと。いうことなんですけど、まあ、今回は返信用封筒がもう、要はここが返信用封筒の代わりになっているってことですね。で、はがきなんで、もちろんこれは法的に有効ですので大丈夫です。ね、郵便局が販売している歴史のはがきなんで、これで大丈夫でしょってなってるんで、近接、送ってもらったら大丈夫です。ということらしいです。まあ、実際これ一番安価で手軽に済むんで、結構ここのパターンやる人は多いの多いらしいです。どうなのかな、多いのかな、どうなんだろうな、今多いの多いらしいって言ったけど、よくわかってないですよ。ということで、指示書及び、まあ、その前もないんでね、こういうのやったことあるよとかっていう方がね、もしね、いらっしゃったらね、ちょっとね、コメントとかいろいろと教えていただけるとありがたいかなと思います。コメントじゃなくても、もしあれでしたら、Twitter の DM とかでも、フォローしてくれたら、すぐに返してね、DM を、送っていただけるように。ね、開放しておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。というところですね。で、お客様に連絡先を、明記した指示書及び、あと、この指示書っていうのが大事になってきます。じゃあ、これどうするの？はがきやから指示書って、ね、封筒に入れることもできないのか、ね、なると思うんですけど、これはね、お互いましてね、はがきというのは通信書類なんですよ。簡単に言うと、はがきって、通信書類で、だから信書として扱われるっていう理由なんですけど、物を送るのが、荷物。ね。荷物の、配送になって、物じゃなくて情報を送るのが新書ですよってなってるんで、はがきはで新書ですって言ってるからには、情報を送るものです。ですから、これを指示書にしますって言ったら、大丈夫です。法的に、ここの裏にね、はがきの裏にね、指示書とかね、いろんな、例えば請求書でもいいです。請求書って言ってね、裏にね、書いてね、ピッと送ってると、いや、はがきの裏に書いてあるの、こんなん法的な請求書になるわけないやないかーって思うかもしれませんけど、あ、いえ、新書の裏に書いてあるものはね、正式な通達情報として扱われるんで、公文書として扱えます。公文書なんです。
にすることができますので、大丈夫です。法的になります。ですので、もちろんこれを、このですから、往診の裏側にね、これ、返信の裏側に書いてはダメですよ。こっちの裏側に、指示内容を書いてあるとダメなんですけど、この青いところの真裏側で、ね、ここのところに、ここを指示しようとするのといえば、これはもちろん法的に大丈夫し、郵便局員さんも、もちろん大丈夫です。これだって、郵便はがきでちゃんと法的ちゃんとね、62円払ってある、往復であるから、126円ですけど、ね、ちゃんと指定の料金が払ってある、郵便はがきなので、もちろんここが指示書としてあるかと、これはちゃんと郵便局は、指示書として、認識をさせていただきますと、ないので大丈夫です。ということなので、認識を送ってきます。ちなみに、ですから、記念王印を、この裏に、ベッドね、切って貼って、こういうふうに、ちょっと、印鑑をしてください、みたいにして、記念王印することができます。その場合、ここに、63円以上の切手を貼らないといけないんですけど、っていうのがあります。なんかね、なんか数字のロゴがなんかちょっと、例えばね、今回の場合だと125周年じゃないですか。ですから、例えば、来る人は、125円分の切手にして、そこの、をこうやってね、その周りに置いて、真ん中に押してくださいとか、いうような指示とかそういう人いるのかな。もしくはね、125円だったら、どういう組み合わせできるかな。ちょっとあれですけど、うん、っていうようなこととかも あるらしいですけど、今回はもうここに押してくださいでいきます。ということでございますね。で、両方切る場合は、ちなみにもう一つの裏技として、普通郵便ね、これちょっと額面が違うから本当はダメですけど、普通郵便がね、あります。普通郵便を、返信用封筒にしといて、こいつの中に入れちゃってね、こいつを往診用のやつにして、これに入れるっていうので、まあ、こっちの方だと切れ目ができるんで、こっちの方が、角がね、きれいにできるんで、これで入れて送りますよっていうのも大丈夫です。ただね、これ郵便はがきの場合は、加工しちゃうとダメ、半分に切って、入れて、ここに押しといてっていうのは、ダメなはずです。ダメだ、無理だ。その場合は、記念王印扱いかっこいいけど、改善してる時点で、郵便はがき切ったりしてる時点で、無効になってしまうはずなんで、それは多分ダメなんで、まあ、その場合、62円切手を、どっかに貼って使えばいいですし、結局これ半分に切ったりとかなんか加工しちゃうと、郵便はがきとして成立しないで返信ができなくなっちゃうんで、それで NG になっちゃうっていうのがありますけど、折り曲げるぐらい、だから結局折り曲げないとこれだったら入らないですからね。っていうのもあって、まあもう返信用の封筒と、ここにね、ちっちゃい返信用の封筒と、ちっちゃい台紙でね、もうそこにもう、ギリギリその押せるぐらいのところにね、ポッと押してもらったらいいよっていうので、ちっちゃいのにね、集めてね、そうすればね、場所も取らないし、そうすると、コレクションでスラーでね、いっぱい並べることもできるし、っていうような人もいるような話とか聞きましたよ、というか、サイトを見とったらそういうふうにして集めてる方もいらっしゃいました。ということでございますので、そのあたりとかを使うっていうのも手です。まあ、これよりも、やっぱ、こっちの方が短く手が取るので、こっちの方で今回説明していこうと思います。で、大事なのはなんだ？そう、で、じゃあ、指示書ね。じゃあ、どうしたらいいのか。ちなみに、ですので、ここに今からそのね、応印の指示内容とか、わーっと書いて、別に、手書きで書いて、完全に手書きで済ませるっていう手もあります。ただね、まあ、手書きだとね、何書いていいのかとか、ちょっといろいろとね、大変だと思うので、今回ね、こんなものを用意してみました。じゃじゃーん。小型印、王印のこれかって言って、これが指示書のテンプレートですね。を今回作りました。頑張った。これに、使用に苦労しました。ちなみにこれ、今回、これ、小型印用になってますけど、これ、風景印用も用意して、で、これ、うまいことできてるかわからないですけど、ここに書いてあるのが、共有ってなってると思います。で、いう風にして、共有できるようにしときましたんで、あと、PDF も共有できたりしときます。どっちかでなら、多分、スマホではどっちでも見れると思います。これ、Google Chrome があれば絶対見れる、ドキュメントファイルにしてありますんで、Google Chrome の、デフォルトで、なってるようなやつです。で、手段ができるようになってますので、それを使ってね、見てもらったらいいと思います。PDF も用意してできたら、やっとけど、PDF の場合、多分これ、ただこれがね、動かしてるとかできないんですよ。で、これ、動かしてね、切手の貼る位置、風景をね、どの位置に置くのかとかっていうのを指示を出せば大丈夫ですよっていうふうになってます。で、下矢印にしてある部分ね、ここのところに、必要事項を記入しておいてください。あ、これ、下の棒、色変えれたっけ？あ、変えれないか。
帰れないですね。うん。なんでちょっと黒になっちゃって、白黒で申し訳ないんですけど。ここのところでその今回でしたら、受けてあげたい郵便局のやつを入れて、で、小型印をお願いって書いてます。ここは風景印に書いてあるやつを、まあ、用意したので、それもまた使ってもらったらいいと思います。で、希望種類として、まあ、今回だったら、例えば、引き受け印が0枚とかっていうのを、これも、共有フォルダに入れときますので、それを、自分で、リンクからね、コピーしてもらって、ダウンロードしてもらったりして、印刷したら、このまま、支出書として使います。A4 にしてあるんで、まあ、縮小とかで、ね、いろいろしてもらって、ハガキサイズにしてもらったら、今回で、今回はそういう風にしてやろうと思います。縮小して、やろうと思ってますけど、というような感じで、できますというのがありますというところでございます。なので、頑張って作りました。これね、めちゃくちゃ時間かかります。ここの、キットのね、フォーマットとかとかするのに、あとね、間違いないかなっていうのをね、いろんなサイトさんにいろいろと上がってるのを見て、こうすれば大丈夫かなっていろいろと見ました。また、その参照したさ、サイトさん、いろいろとあったんで、主だったとこだけでもね、あ、ここ見やすいなとかっていろいろあったところは、ちょっとリンクでバーッと貼っておきますので、それまた見てもらったらいいと思います。ちょっともしかしたらニコニコ動画だとリンク多すぎると、文字数制限引っかかったりすると見えないかもしれないです。ちょっとそのあたりは、ご容赦いただければと思いますというところなんですけどね。っていうところから、で、ここのところを今から必要事項を埋めてやるんですけど、まあもう先に印刷かけてやってね、必要事項を埋めるような形でやっていこうかなと思っております。で、自分用はね、自分用で用意してあるんで、ここのところね、ああ、そう、ちなみに、忘れたらかな、この、例えば日付をね、記念を呼ばれ日付指定ができるんで、今回の場合、しかも、今回の場合は、できないのか、決まってましたね。引き受け多い、由来の場合は、その初日の、消印のみになりますってなってたけど、まあ、そういうような規制がある場合は、ここら辺は使えませんけど、一般的には、日付指定ができる、まあ、ゾロ目とかで揃えたいよとかね、記念日、なんか恋愛成就の場所のところで、記念日にね、夫婦の結婚記念日の日付で押してほしいですとかっていうような、そういうような、ね、使い方とかもあったりするけど、まあ、逆にね、今そういうようなサプライズってなかなかないんで、ちょっと小粋に、ね、できるんじゃないかなっていうのでね、またそのあたりとかも、ね、いろいろとやれたらいいんですけどね、送る相手がいないし、結婚する相手がいないからどうしたもんかなってところなんですけどね、疑似結婚でもやるかな。4回実施だしね。こういうものかな。ただの地元じゃないか。それでは。まあいいけども、ね。まあ最近オタクっぽいことやってないからね。まあでも、何やかんや最近、ウルママとかなんか見てるんで、何やかんやオタクっぽいこともやってるのかなっていう気もしてますけど、そんなことはいい。こっち YouTube の解説なんだからいい。こっちはあんまり雑、YouTube はちょっと雑談少ないようにしようと思ってるんですよ。なんか30分のうち28分ぐらい、雑談してるような気もしますけど、大丈夫だというふうにしといてください。ということでございますね。全部これ額面のところ、ここも開けてあります。中央に寄せる人とか、こっちの方に押してほしいとか、なんかいろいろあったりするんですよ。台紙でね、記念をする場合は、こういうような感じのやつをね、望む人もいるらしいんですけど、ただ、往復はがきの場合は、どうしても、ここの間にそのやつを押さないといけないんで、場所はもう限りがあるんで、もう、普通に私は今回こっちの右下の方でね、押してもらうような感じで、お願いをしたいなと思っております。じゃあね、実際にね、これをね、印刷したのを出してみましょうかね。よいしょ。よし。プリンター、久しぶりに使うな、プリンター。最近ほんと使わなくなりましたね、ペーパーレスで。小さく利用してみましょう。カラーでいいね。で、この時ね、ちょっと、すみません。めんどくさいかもしれませんけど、詳細設定で、用紙サイズをね、あ、往復ハガキってあるんだ。往復ハガキでいいじゃん。往復ハガキ。あ、
でもこれだと往復ハガキの一面にだと印刷されるか、ハガキにしとこう。ハガキで、規定で、縦横、あれ選べたっけ、デフォルトで、Y1 は、そのまま、してもらったら大丈夫ね。で、これで印刷かけたらできるかな。やべえな。おしゃれにするとめんどくしいからね。で、プリンターにはね、プリンターにはこの、ちょっと見にくいな。こういう感じでセットします。往診のね、下のところ、ここからプリンターが印刷が開始されるので、こっち側に向けて、こうやってセットして、これはこれ、横向きになってるだろうな、大丈夫だろうな。詳細設定ができない。これでコントロールシフト P だ。そう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 。シフトの方、シフト P。これでね、詳細設定ができるんで。こんな感じでね、こうやってね、ちょっとね、厄介でね、ちょっとね、印刷はあんまりしないようにね、システム作ってるんで、普通に印刷ボタンを押すとこんな感じになりますと。でね、一応詳細設定とかで、まあ一応ハガキとか設定はできるんですけど、縦横の向き、多分これ、普通に縦で、普通のハガキ入れてるって想定されちゃってると思うんで、これでちょっと向けないといけないとか、そういう詳細設定するときは、このね、Chrome のシステムの場合は、YouTube でやることなのかな、コントロールシフト P できます。コントロールシフトを押しながら P ボタンを押してると、詳細の画面がやると、こういう風に出てくるっていう機能があります。これあたり Chrome の、で印刷を書きたいするときは、最近はね、若い子はあんまり印刷書ける機会がないんで、この、やり方とかあんまり知らなかったりしますんでね、ここから詳細設定を出してあると、よいしょ、こんな感じでいろいろと選べるんで、ここのところでね、出力用紙を最後、大はがきで横向きってしといたら、さっきのところで、ね、印刷ができます。なんか、全部逆向きそうで怖いんだけどな。とりあえずこれで、推奨しません。あ、そっか。インクジェット、はがき、宛名面。通信名ね。インクジェット、はがきを通信名に変更しましょう。別にそんなに変わりませんけどね。テキストだったらそんなに変わらないです。ぶっちゃけ。気にしなくてもいいんですけどね。そして、これでインストかけてみよう。あ、そうかな。いけるかな。普通のハガキでね、やってたりとか、A4 用紙で、その封筒で申し込みする場合は、これを、そのまま封筒用意してっていう形になるんで、まあ、重量だけちょっと気をつけてもらったらね、問題なく封筒でもできると思います。また封筒バージョンは封筒バージョンで、ちょっと記念用にどっかで、試してみたいなと思いますんで。ネットカーテン閉め忘れとったー。久しぶりの印刷なんで、印刷が開始されない。多分あれだ、インクがずっと使ってなかったんでね。2、3ヶ月くらい使ってなかったかもな。そっか。あ、そうだ、スキャナーは使ってたけど、プリンターで2、3ヶ月どこじゃねえや。夏過ぎにちょっと、資料を印刷した以来だ。あ、そりゃ、逆にインク大丈夫かな、固まってねえかな。あんまり使ってなさすぎるとね、インク固まっちゃうって言ってたのでね。昔そんな気にしたことなかったですけど、1日200枚とか、毎日ずっと余裕で吸ってたんで、2500枚の、だって500枚かける5の2500枚の段ボールのコピー用紙が常に置いてありますからね。だー、失敗したー。あ、失敗しました。やっちゃった。やっちゃったねー。そうか。そうなっちゃったか。完全に、縦横の向きを逆向いちゃいましたね。どうしたらいいのかな。待てやだ。どうすればいいんだ、これは。設定で、そういう時はね、コピー用紙でまず立てばいいの。
人いらないんだ。しかもこれでね、人生初村井さんで、これまた初期郵便の、あの、機械で使いましょう。うん、ネタができたと思え。手数料10円で動画のネタが1個できたと思ったら安いもんじゃ。あと、あの、これ、個人情報印刷してないタイプの方でよかった。はがき、往復でいいの？往復だとこれ1面になっちゃうよな。それでいいの？往復はがきの縦でやったらいいかな。うん、うん、試してたからこれでいいわ。どう？これでいい感じに合う。一緒にやっとけって話なんですよ、こういうのね。はい、後ろ割りでいい。もう、カット続けるね。今ね、印刷で20分ほど手間取っておりますんでね。だいぶカットしてると思うけど。うん。あ、やっと印刷されたさ。この設定でどうだ？お！来た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 。あ、大丈夫だ。今ちょっと印刷されましたね。今の設定で大丈夫ですね。うん、こんな感じで来たんで、キャノンなのにね、真ん中のシンクルで、あ、ちょうど、ハガキのサイズで、ここのところに収まるように印刷かかりますね。大丈夫だ、これを使おう。よーし。今の要領で、まあ、印刷じゃ。あ、そっか、利用設定が、なってねえから、これでどうだ？はじかれるな。プリンターの設定が良くなかったのかな？コントロールシフトキー。この方法使って。なぜか印刷されなーい。うん？ピッピッピって動かんもんな。なぜだ？なぜだ？使ってなかったから。これ A4 には印刷してきたんだけどな。コピー用紙だって。あ、どうなるか。なんかそれが働くのかな？みんなわからん。みんなわからん。もうわからん。すみません。難しい。どこ入ってくんだよ。なぜか印刷化されない。どうしてなんだ。どうしたんだ。これ2枚置いた方がいいのかな。1枚だとダメなのかな。ここだ。わかったわかった。多分ここが置いてたんだ。これでできると思う。どうだ。動いた動いた動いた。よっしゃー、来たー。はい、めっちゃずれてるー。あ、でも、そっか、ちゃんと最初からこの位置で印刷してたわ。この爪の甘さ。20円、しかもここで、あ、撮影を見せた後に余白設定ミス取るって物にバレるやん。わ、これ持ってた時郵便が知っとる人やったら山田さんって言われるやん。絶対言われるやん。わあ、 P さんと S さんじゃないことだけ祈ろう。絶対もうあそこバレたらね。うん、今だと印刷できる方法を判明したら続き取ります。ここの折れた。結論が出ました。原因が分かりました。簡単に言うと、うちの持ってるプリンターだと、印刷不可能みたいです。簡単に言うと、まあ今ちょっとグレード、どうせそんなに使わなくなったんでね、今グレード低いのにしたんですけど、まあそれが良くないんですけどね。前々使ってたやつって、まあまあ、それなりに頻度を印刷するに、業務用のね、でかい A3 のみの対応のやつとか使ってたこともあるし、やっぱ、それなりのプリンターだと、はがきも横向きで印刷することができるっていう前提で作ってあるらしいんですよ。この幅でも印刷、あの、高さの、要は、こうやって送り出した時の紙の幅がこれだけでもいきますよっていう、設定ができてたんですけど、今のプリンターは、
これが今10ミリなんですけど、12ミリ以上高さがないと、だからこっち向きでは休止ができるんですけど、こっち向きではもうそもそも受付できませんっていう設定らしくて、それが原因で、そもそも横向きの設定ができないので、ね、ハガキなら別に立てりゃ、普通のハガキなら立てりゃいいけど、これね、横にして、横幅もあるから、行けることはないのか、だから、用紙設定は自らでして、それをまた半分にするっていう感じでやるしかないですね。まあ、ここで、用紙設定、ページ設定をフィットページにしてやって、フィットページからユーザーページ用紙で、ページ用紙で、これを、ですから、幅がこれの長さ、だから長さは、こいつのまんまでいいんやから、長さが、147ミリでしょ？長さ147ミリの、幅が、この幅やね、ですから、200か。0ミリ。ちょうど、横幅がね、10センチなんですよ。ですから、100ミリでしょ。それが、ちょうど倍になってるんですか、200ミリでいいですか。いつでしょ？んで、ここで、100、200で、割り付け印刷にしたって、そうすれば、こう来るから、1ページ目、ここに来るよな。これだ。サイズはあったけど、ちょっと大変よ、これ。あれ？詳細設定で、ページ設定で割り付け印刷で、二分割で、ユーザーページ用紙、ページ用紙二分割。これでどう？おぉ、そう来たか。そう来たか、こっち側に来る。待って。ページの割り振り方を、だから、ページの割り振り方を、割り振りして、ユーザーページ用紙の、ハロンが一回つく、200の、147ね。で、割り付け方法を右から左にしたれば、これでどう？今みんな思ってるかもしれない。手書きの方が早かったんじゃないかと。それもちょっと思ってた。あーし、来た！これなら、こうして、こうやって入れたら、幅も、あ、よし！来た！やっと来た！はい、ってことで、やっと印刷セットの仕方が分かりました。長かった。印刷さっき間違っとったら、ここの用紙サイズと、あと両方いじっとったんで、ちっちゃくしちゃうようななんか設定になっとって、それがパクトは半分でちょうど、この大きさサイズくらいになっとったんで、なんか細かされとっただけですね。で、詳細設定、あそこはもう A4 のまんまでいいです。で、ここのページ設定のところで、A4、こっちは、割り付け印刷を選びます。割り付け印刷の上で、割り付けで往復はがきにしたれば、あ、別にこれでよかったのか。往復はがきに割り付けで。あれ？これでいいんだね。
それでいいのかな。あ、いけるわ。これでいいんだ。よし。コントロールキーの、ここのところ A になってるのを確認しておいて、詳細設定からページ設定開きます。で、ここで割付印刷にします。で、往復はがきを選択します。ただ、このままだと、検診部の方に印刷しちゃうんで、詳細設定から、これを右から左に変更します。そうすると、これで、印刷してあれば、ああ、やっとできたー、できたー、こんな感じ。ああ、もうちょっと、住所もね、手書きで書くのもめんどくさくなったので、自分用にもう入れたバージョン、共有用のやつはまた別でね、自分用に作ってね、やった人とね、余計な中見てくれてかんかったので、やっぱり印刷できたらこんな感じでできます。分割で反対側にするっていう、ちょっとね、のが味噌になりますね。こんな感じでできるらしいんで、残りもね、作っていきましょうか。だからこれ、一回ずつやらないと多分二部にしちゃうと、変身部のところにそのまま印刷したはずなんで、服はがき、しても、まあ一回覚えてしまえば楽ですよ、これ。うん、服はがきで反対やろ。じゃあね、あとは必要事項のね、記入をさらに進めていきましょう。よし。長かったー。ここに来て大事なこと気づきましたけど、私ずっと引き受け王院と記念王院って言ってましたけど、引き受け、記念王院は記念王院なんですけど、引き受け王院ではなくて、正式には引き受け消し院らしいですね。終わると申し上げます。そうか。そうなのか。あと、資料は、まあ、概要欄にお呼びを入れる形にしよう。ちょっとあまりにも長すぎる。よし。一回ちょっと作り直すにはちょっと無理だ。ってことなんで。ちょっとそのあたり、まあ、引き受け王院って言っても、まあ、通じるのは通じるとは思いますけど、多分、ぶっとなっちゃいますよね。しまった。そういうことらしいです。記念を置いたのか。これでできたかな。よし、できた。写真ね、モザイクマルケの写真を貼っておくと思いますけど、さっき撮った指示書の場面は、住所のところを隠しておきますけどね。まあ、こんな感じで仕上げますと、こっち側はね。で、その、指示書書いてある横のところに自分の住所とか書いてある返信のところの宛先になるんで、いうような形になります。で、今回日付指定とかはできませんということですね。郵便に対して、1月25日のものの何日になりましょうということなんで、まあ、これがね、そういうふうなあれがない場合は、ここのところにこの日付で押してくださいみたいな感じで、まあ、かなり早めにはベルを送っておいた方がいいと思います。まあ、4、5日はね、届くまでにかかって、そこから処理にかかってっていうふうになって、準備してになるんで、だいぶかかってしまいますね。これ、過ぎてから到着しちゃうと、消印って元に戻して打つことができないんで、これも法律で決まってる、めちゃくちゃ重たい積みになっちゃうんでね、できなくなっちゃうんで、そこのところだけはね、ちょっと、配慮して、やってもらったらいいんじゃないかなと思います。基本的には、いつまでに出してくださいね、書いてあると思います。大体。こういったようなね、でかいやつの場合はね、書いてありますので、それに沿ってやってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、表側は、こんな感じで、書いておきますので、ね、まあ、味噌は、こっちの送付先のところには、多分、浅草行きの1の1。まあ、これ、縦書きで書いたね、関数字にしてますよね。で、浅草郵便局動物鉄道125周年、記念王院までは一緒だと思うんですけど、ここでね、担当宛てってなってるのを、まあ、丁寧言葉になって、ご担当者様とします。様宛てってすると、実は、見下して出す。当てってこうなんで、上から下に出すのが当て、になってしまいますんで、様で送ってください。で、反対側の方も自分の住所のところなんですけど、自分の住所のところ、は、返信用の封筒ね、まあ、いや、本名に書いてからいいんだ。山田亮太様って書かずに、ここは山田亮太抜きとか、ここは当てでもいいか。当てでもいいかな。個人なんで、個人の名前の場合は雪の方が一応閉まるのかな。
というような感じになってます。個人の名前の特許を当てるのがいいのか。雪だと音球の代わりになるはずだから、あんまり来なかったかもしれないけど、まあまあ雪が当てて書いとけば大丈夫です。ということで、まあ、普通に雪って書く場合が多いかな。返信で返してもらう場合にはね、というような、うん、実際見てると雪って書いてる方が多いと思うからいいと思う、これで。うん、ということで、うん、こんな感じで仕上げてみました。あとはこれを送って待つのみと。もう、なして、切手代金の分もね、できてますんでね。あ、で、これ住所じゃあなんで建てが書かんかったんや、どうのこうのって言われそうですけど、単純に、書くときに、その記念用にしてもらうスペースをちょっとの、確実に残しておきたいなっていうのがあるんで、まあそれで、横書きでちょっと下の方に寄せてね、書いたりしておきました。まあちょっとね、配達員さん的には、めんどくさいところに書いたのな、読みにくいっていうところでなんで、ちょっと申し訳ないなと思うんですけど、まあ、どれぐらいのね、こう、出てくるので、あんまギリギリのところだとね、自分の住所と被ってしまうね、ようになってしまうんで、それだとね、あんま良くないですから、ですからまあ縦で横にね、だいぶ寄せて書くか、ちょっと下寄せで横書きで書くかっていう風にしておいたらいいんじゃないかなと思ったんで、こうしてみます。実際にこの、うちも、これデビュー戦なんでね、どうなるかわかりませんけど、こんな感じで、残りのね、2曲、これね、言うことに、これを1個ずつやっていく形になるんで、やって、あとは届くの待ってみようと思います。長かった。2時間かかった、結局。主にプリンターの設定で手間取ったところですよね。ということで、ひとまずこれでこの動画は終了です。あとはもうこれをポストに出しに行くだけ。あ、これは、普通に郵便ポストにポンと入れとけば大丈夫なんでね。入れるときにね、あれです。忘れとった。必ず、こうね、浅草郵便局っていうのが前に来るようになって、まぁ、今回ここはね、何かな、つけるかな、大丈夫かな、ここはもう詳しいから大丈夫かな。こっちはね、何も書いてないんであれなんですけど、ここに本当はね、返信用の案内とか、集積消してくれとか、そういうの書いてるとか、あとですね、今回はね、消信をしてもらうだけなんで、ここはもう空白の方が、陰影映えるんで、そういう風にさせてもらいますと。いう形でございますね。この向きで折って、で、ここをテープで留めたりとかは絶対しないでください。このまんまビラビラの状態で、で、あと絶対カッター入れないでください、ここ。カッター絶対入れないで出してください。返信の時はこれ切り落とされて戻ってくるんですけど、大丈夫です。郵便局員さんちゃんと、もう慣れてる方なんで、そっちの方が、大丈夫ですんでね。うん。まあ、そもそも往復はがきで休ませようとする時点でね、そこら辺は、多めに、見てきましょう。ということでございます。ちゃんとしたんだったら、ちゃんと最新のね、やつでやる方法、また、後々やってみようかなと思いますので、まあ、一応こういう感じでできますよ、というので、今回は、そっちやっていこうと思います。残り2曲、どこだったっけ、向島と、東かな、の分も作って、あとはもうポストにポタンと入れていけばいう方でございますが、便利サービスでございます。全部18日までなのかな、ってことなんで、多分、そうか、届くのやりましたって言ったら絶対これ、あれなんだ。うん。またいることになるからダメなんだ。これも早急に作って、風景ね、ちょっと合わせて、ね、ポポンとアップロード、書けますんで、消化だけぐらい頑張って書けますんで、そちらの方見ていただければと思います。ということで、この動画はこれぐらいで、示させてもらって、まだ届いたっていうのは届いたっていうのを、動画作ろうと思いますんで、またお楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画は以上で示させていただきます。ご視聴ありがとうございました。眠えよ。何時間やってんだよ。